今回私はカエルアのアサッチオというイタリアンのパスタのお店に行くことに行きました。で、美味しいパスタを紹介していきたいと思いますので、ぜひご覧になってください。思ったよりね、すごく美味しい場所で、高級感あふれる場所でね、楽しみにしていただければと思います。ではご覧ください。Which dishes are our meatball dishes are really good? Which one is our seafood dish? What? Ah, it's seafood combination. Oh, shrimp, calamari, anything else? Other chicken sauce and boca, chicken sorrentino. Oh.What's this? Like a sandwich or? No, everything comes with pasta. Ah, this is pasta. Yeah, pasta. Yeah, we do have sandwiches. Okay. And then, how about the steak? Steak, yeah. Steak is on this last page. All right here. Which one most? Filet mignon. Filet mignon. Yeah. Okay.Yeah, I think about it. はい。じゃあね、これアイスでいきましょう。レモン、これ普通は絞るもんなんですか？いいね。じゃあ絞って入れて。アイスレモンティーどうでしょうか？なんか高級感ね、味わえますけど。美味しい。なんか高級感あるアイス。どこのね。紅茶使ってるんでしょうか。すごく美味しい。で、これパン見てください。こんな近辺でね、これはね、毎朝このお店でパンを作ってるんです。フレッシュな、パンを出してるんです。だからね、美味しいらしいんです。ちょっと一個食べてみたい。あ、しかもこれちょっとね、生焼いてある。ちょっと温かいバターにつけて食べてみたい。どれだけ美味しいか、ね、ちょっと食べてみます。いただきます。Mm. No, I'm still working on that. I mean, soft today. I told my light track you paid more for something. Mm. 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 Mm.分かります。できたてだっていうのがね、パリパリして、ね、食べやすいと思います。はい、じゃあ見てください。まず来たのがこれはニューヨークステーキ、近くからね取ってあげてください。こんな感じで、あ、もうニューヨークステーキのこうなんだろう、マッシュルームの入ったなんかね、ソースのビーフステーキ。最初は私ただのステーキだけ来ると思ったんだけど、パスタまで一緒についちゃったっていう。ちょっとじゃあ切ってみますと思いますね。ジュギーミディアムレアでね頼んでみたんですよ。こんな感じでね、いただきます。うん、おいしい。お肉が柔らかくて、うん、すごくふんわりとした柔らかいお肉です。すごくね、おいしい。で、パスタと一緒に食べてみようかな。パスタはどうかな、ちょっと細麺なのかな、ちょっと細麺で、うん、うん、さっぱりしてて美味しい。合います、このステーキにね。どっちかっていうとラーメンの麺とちょっと似てるかな。でもパスタなんでシコシコしてね、美味しいと思います。これね、いけると思います。シーフードコンビネーション、これ見てください。これは何、ミートソースベースなのかな。で、見てください。シュリンプと、これはなんだ、貝ですね。とあとはお腹に入ってるのこう、イカかな、あ、フィッシュかな、これね。フィッシュとイカも入ってます。で、ちょっと食べてみたいと思います。じゃあまずこれ、あ、これイカかなイカですね。イカをちょっと一緒に入れて、
あ、イカ美味しいし、あ、これ絶対パスタに合うと思います。ちょっとこのミートソースのパスタと一緒に食べてみたいと思います。いただきます。うん、美味しい。あのパスタとかミートソースが絡まって、あの絶妙な味わいですね。このすごくね、あのさっぱりして美味しいです。でこの貝も一緒に食べてみましょうか。ハマグリかな、何貝かな、ちょっと一緒に食べてみて。はい、貝、うん、うん、新鮮で美味しいです。すごくシーフードっていう感じです。本当にあのもっともっとなんか食べにくいかなと思ったんですけど、あの食べやすい、これスニップね、うん、プリプリ、うん、あの味もしっかりしてるし、ミートソースもただのミートソースは高級感があります。すごくね、エクセレントな味わいです。視聴ありがとうございました。ハワイハワイツアーではインスタグラムをやってます。結構フォロワー多いです。あとツイッター、フェイスブック、と LINE もしてます。あとウェブサイトもやってます。いっぱいハワイの情報載せてます。で好きなように自由にツアーが回れて、好きなように自由ツアーが行けます。であとはハワイハワイツアーのアメブロもやってます。調子がいい時はハワイランキングベスト5に入ります。結構ハワイの情報載せてるんでチェックしてみてください。ハワイハワイツアーの YouTube もチャンネル登録してね。登録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 